そのいわき市の仮設住宅に住む人のためにお金を集めようって言ってて、何でいわき市かっていうと、今人口が急激に増えてきて、人口が増えてるけど仕事がないみたいな、だからすごい困ってる人が多いし、仮設住宅に住んでしまうと住所が不特定者扱いになって生活保護が受けられない。だからお年寄りの人とかは働けないし収入もないのに家に住むことしかできないから、この悪循環を少し変えようっていうことで、その今こういうふうにお年寄りさんは苦しんでるんだよっていうパネルを設置して、状況説明とそういう人たちを変えようっていう意味で、その T シャツを販売することで資金を得て、その資金をいわき市で物資を購入して届けてあげるっていうプロジェクトをしました。で T シャツはそうですね、運よく全部完売してやっと完売できて、はい、お金もパワーオブジャパンさんに託して東北の方に行ってる感じです。リシンク、リビルド、リメンバーって言って立て直そう、あ、考えながら立て直そう、忘れずにっていう3つのモットーっていうんですか、モットーのもと東北のために頑張ろうっていう、だから D がついてます。その3つのモットーはみんなで決めたんですけど、 REJAPAN っていうのは僕の案ですね、はい、モットーはみんなで決めました。1年生の時にすごい先輩が可愛がってくれて、めっちゃ遊んで、1年間で48歳になるじゃないですか、48申請して23か4しか取れなかったのかな。でそんな時に柴原先生っていう通本課程のコーディネーターの人が、何しに来てんだみたいな、大学に、すごい叱ってくれて、自分の態度を改めて2年生から通本課程に入ってテスト受けて受かって、でそっからはなんかちゃんとスポーツもしたいからサークルに入って勉強して、で国際スポーツ交流会っていう大使館とか外務省とか呼んで国際交流を目指す大会の代表になって運営してる時に、日本赤十字社の人と話すようになって、ボランティアに興味を持ち始めたんですね。で、ボランティアに興味を持って震災から1年経った時に、最近なんか東北への支援っていうのは効かないなと思って、1年目は確かに課題はたくさんあるけど、むしろ2年目3年目の方が見えない問題っていうのが多くて、なんで支援が少ないんだろうと思って自分で立ち上げたんですね。それがパワーオブジャパンのきっかけです。自分から動くようにはなったと思います。で、考えるようにもなったと思いますし、勉強も好きになりましたし、あと友達が増えましたね、関わりが。で、後期その1回目のプロジェクトっていうのは実は日本だけじゃなくて世界中で行ったんですね。で、その世界中の友達が今うちの国に来てくれって言ってくれてて、今アジアの方で4カ国、欧米の方で5カ国から来てくれないかって言われてて、だからこれはまだ理想なんですけど、僕は後期あんまり学校なくないんですけど、全部の子に行ってメッセージもらって、それを東北に届けたらなと思って、僕は活発になりました。できれば昔の自分じゃなくて今のままなんか考えれる人になることと、今公務員試験の真っ最中で受かることができれば地方公務員になれて、ちょっと地域の人と関わりが持てるんで、そうですね、街づくりをしたいですね。で5時になって仕事終わって
家帰って奥さんとイチャイチャしたいっていう僕の将来夢ですね。就職しても、はい、ボランティアとか受けたりとか。そうですね、もし公務員になってしまったらその国のために働かないといけないんで、お金が関わるボランティアには参加できないんです。だから無償のボランティアには参加したいですし、奥さんも奥さんもしたいです。